イーグルスの先発、まだ今シーズンここまで勝ちのない美馬です。その美馬の初回のピッチングをご覧いただいています。今日が4試合目の先発、過去3試合はいずれも初回失点をしているという美馬、今日も立ち上がりピンチを迎えました。ワンアウトランナー2塁1塁で4番のロメロを迎えました。しかしここはゴロを打たせてダブルプレー。ランナー2人出しましたけども立ち上がりゼロで終えています。しかし美馬2回にマレーロに一発を浴びます。これがマレーロ今シーズン早くも第6号ソロホームランで1点を先制しました。でこの後2アウトを取ったんですけれども、大城にヒットを許して、2アウトランナー1塁でラストバッターの若月、これ1塁ランナースタートを切っていました。この辺りで一塁ランナー大城がホームに帰ってきて2対0となります。2回です。バファローズ先発西から、この回2アウトランナー2塁1塁チャンスを作りましたけれども、銀次がファーストゴロ、あと1本が出ませんでした。3回は3塁1塁というチャンスを作って、今日も4番の天田、しかし天田はライトフライ、ここも西攻略できず得点にはつながりませんでした。4回です。バファローズの方は2アウトランナー2塁1塁で足立のこのセンターへのヒット、セカンドランナーは3塁ストップ、そして1塁ランナー、セカンドランナーのルネがこれ挟まれたところ、3塁ランナー帰ってくるという追加点でした。イーグルスここはミスが出てしまって1点を奪われます。3対0。さてイーグルスの方ですけれども、2番手ピッチャーの菅原が好投します。これ7回のピッチングをご覧いただいてますけれども、連続三振の後安達をピッチャーゴロ、菅原は今日3イニング投げてゼロで終えたという登板投球内容でした。さてなかなか西から点が取れない中、8回、この回2アウトから岡島にヒットが出たんですけれども、茂木ファーストゴロ。バファローズの西は結局この回8回107球で、勝利投手の権利を持ってマウンドを降りました。9回です。抑えの増井がマウンドに上がって、この回先頭バッターの今江、これが今シーズンの第3号ソロホームランで1点を返しました。今江にとっては通算100号ホームランという節目のホームランになりました。さあそしてその後ランナー1人出て、一発が出れば同点というところ、2アウトランナー2塁で代打藤田、しかしここ藤田ショートゴロでゲームセット、イーグルス3連勝ならず、連勝は2でストップという今日のゲームでした。